放送はネッツルマッキントッシュ共和発行とご覧のスポンサーの提供でお送りします。レインボーホールです。92中日カップ名古屋国際体操競技大会は大会2日目に入りまして種目別の選手権です。昨日の個人総合のチャンピオンでありますミロソビッチがちょうど平均台の演技に入りました。女子の方は3種目です。実況生中継でお楽しみをいただきます。解説はナショナル強化部長の加納弥生さんにお願いしておりますが、加納さん、はい、ちょうどミロソビッチから入ったんですが、そうですね、この人の平均台の素晴らしさはどういうところにありますか？そうですね、ルーマニアの選手というのはもう豊富な練習量でこの平均台を、まあ、国技としているような強さがありますけれども、はい、まあ、この選手はやはり切れ味のいい技のさばき、うん、そして高難度の技ですね。そうですね、はい、後転飛びから後方の伸身宙返り2回落下、これは珍しい。ちょっと珍しいですね、はい、これは珍しいですね。そうですね、まあ、1回目の伸身宙返りで少しバランス崩してたんですけれども、はい、2回目にまあ続けてしまって結局落下につながってしまいましたね。そうですね、これはめったに加納さんも目にしたことないんじゃないですか？そうですね、私ボンタス選手落ちたのは、ミロソビッチ選手落ちたのはちょっと初めて見ますね、はい、まあ、種目別ですからやはり技でも果敢に攻めていきませんと要求の難度も一番高い競技形式ですので、はい、やはり安全性を狙っててはやはりメダルには手届きませんので、やはりああいう結果になってしまったんでしょうね。後方の抱え込み2回宙返り降りでやりますが、珍しきミロソビッチ選手が平均台から落下いたしまして、これで種目別の優勝はもうありえません。現在のところストフチャタヤ選手ですね、ウクライナ 9.887、ここです。はい、どうですか、どこ悪かったんですか？そうですね、1本目の着台で少し前足がぐらついてたんですね、はい、ですけれどもそのまま行ってしまったので、どうしても2本目の違いで戻しきれなかったというような感じです。昨日の個人総合選手権の、それぞれの種目で上位8人の選手がこの種目別の選手権に出場しております。種目別のチャンピオンを競いますが、現在のところウクライナのストフチャタヤ選手が 9.887 でトップであります。それからルーマニアのボンタ氏はすでに演技終わっておりますが 9.725 です。これからベラルーシのフィスクン選手の平均台をご紹介することにいたします。さあ、ピス君選手もチャンスじゃないですか？そうですね、平均台はもう安定して演技ができた人の勝ちという感じがしますね。そうですね、前方宙返り上がりであります。平均台は高さが1メートル20センチをひねりましたね。はい、後転飛びで1回ひねって開脚座になりました。はい、まあ、最近1回ひねり系がもう本当に増えてきているんですけれども、はい、先ほどちょっと映らなかったんですけれども、中国の選手はもう台上で1回ひねりの宙返りに挑戦しましたね。そうですか。まあ、惜しく、落下してしまったんですけれども、はい、現在はもうひねるという時代になってきてますね。恐ろしいですね、幅10センチしかないんですからね。はい、そうですね、その10センチの台上での演技が続きます。ピス君選手です、ベラルーシ。この選手はまだ14歳、ジュニアのチャンピオンです。ガーッとひねった、乗りました。はい、まあ、ちょっとひねり不十分で台に対して縦向きにしっかり戻ってないんですけれども、はいはいはい、まあ、それでもあれを戻してしっかり乗ってるっていうところはやはりもう技術的にかなりいつでもまっすぐにいってるんでしょうね。すごいですね。はい、やはりあの男子ですとアンバー、女子ですとこの平均台っていうのは試合で一番嫌な種目なんですね。そうでしょうね。はい、普段乗っていても精神的にどうしても緊張などしますとリズムが狂ったりということもありまして、はい、思わないぐらつきあるいは落下っていうことがあるんですね。屈伸の2回宙返り降りであります。これはかなり高得点期待できますね。はい、そうですね、はい、ストフチャタヤ選手が 9.887 で現在トップでありますので、果たしてどのぐらいの点が出ますか、大変楽しみであります。これすごいですね。はい、いや、幅10センチの台上ですからね、床運動じゃないんですからね、これは。ね、はい、まあ、床でも10センチの中でこれをやるっていうのは、うん、かなり正確な技術も要求されますね。はい、
6歳の頃から体操を始めたそうであります。この選手はボギンスカヤ選手が大変好きだということを言っておりましたがね。ボギンスカヤ選手は、旧ソビエトの選手からもかなり人気があった選手ですね。そうですね。ベラルーシの出身のピスクン選手でありますが、ボギンスカヤも確かベラルーシですね、はいはい、さあどのぐらいの点が出ますか。注目です。現在のところ 9.887 で、ストフチャタヤ選手、これも旧ソビエトでありますがトップなんですが、注目の得点が出ますがね、まあ、演技の内容から見ても、ええまあ、かなりいいとこ行くと思いますよ。そうですね、はい、それにしましても本当に今日はよくお客さんが入りました。名古屋市総合体育館レインボーホールであります。種目別の選手権が行われております。実況生中継で皆様にお楽しみをいただいております。さあ現在日本からこの平均台ただ一人出場している小畑選手が、はい、ちょうど私の手元ではモンタス選手と並んで同点ではないでしょうか。なるほど、そうですね、はい、整理いたしますと、やはり 9.875 でストフチャタヤ選手が優勝ですね。終わりました演技。実は今日床運動で、池谷幸雄選手が優勝を飾っておりますが、それではそのストフチャタヤ選手の平均台をここでご紹介することにいたします。この入りのシリーズは素晴らしいですね、はい、後転跳びの上がり技から後転跳び、そして高く飛んだ後転跳びから開脚座まで3つの、技が連続されています。この選手はバルセロナの補欠だったそうですね。あ、そうなんですか、ですからもう大変な実力者ということになりますが、平均台がやっぱり一番得意だそうです。まあ、非常に練習も熱心にしていまして、はい、まあ、日本選手こういう国際の中で練習するのはちょっと大変そうだったんですけれども、もう平均台の近くに寄っていたらそこはどいてくれと、うん、私がやるんだというふうに、はい、もう怒ったようなあの、うん、英語でまあ言ってたんですけれども、あ、そうですか、まあ、それほども自分の練習を真剣にやろうとしていましたね。なるほどね。やっぱりあの旧ソビエトの選手というのはみんなプライドがありますからね。そうですね、この選手は18歳です。4月の来年の世界選手権が目標だということを言っておりましたストフチャタヤ選手。しかし旧ソビエトも崩壊いたしまして、今度は共和国単位でオリンピックや世界選手権出場ということに可能さんなるんですね。そうですね、まあなんとなく少し、うん、まあ、ソビエトっていう国が大きすぎましたので、はい、なんかこういうふうに共和国になってしまうと、こう寂しい感じがしますね、まあ、でも旧ソ連のこの体操の流れというのはまだありますね、はい、しっかり。そうでしょうね、はい、というわけでご覧のように女子の平均台でありますが、ストフチャタヤ選手が優勝、それからピスクン選手ベラルーシでありますが2位、ご覧ください、小畑さつき選手、加納さん、はい、第3位に入りましたね。そうですね、まあ、やはり自分の実力を出し切っていて、まあ、周りの失敗も助けられたとしてもそれでもやはり自分の力を出したんですから、この3位というのは立派ですね、はい、そうですね、はい、さて今度は朝鮮民主主義人民共和国のキム・ガンスク選手であります。ゴールドメダリストです。すごいんですよねこの選手が、はい、昨日に引き続きまたやってくれましたね、これです、これです、場内もドッときました。後ほどちょっと解説していただきます、はい、小さな体なんですがすごい大きな演技を見せてくれます。うわお、段違い平行棒のナンバーワンです、キムガンスク。最後は3のダブル宙返り、本当に場内もドッときておりますが、真ん中のあの技ですね、はい、スローが出てくるんじゃないかと思いますが、トカチェフからショーという連続技ですね、はい、これはすごいですね。ちょうど出てきましたね、後方車輪から背面飛び越しを、前に触れ戻って今度前方宙返りなんですね。はまあ、一つ一つでも難しいんですけれども、それを連続してしまうというところに、この選手の強さがありますね、はい、インディアナポリスの世界選手権の段違い平行棒、はい、ゴールドメダリスト、ね、はい、1回半ひねりから逆手に持ち替えてイエガー宙返りの連続と、はいはい、9.80 を出しております。まあ、男子でもちょっと顔負けという離れ技の連続ですね、そうですね、いや本当にこの選手の段違い平行棒はびっくりいたしますが 9.975 という最高得点が出まして優勝を飾っております。モニカ・ショーが2着、そしてミロソビッチ選手が第3位、これが
女子の段違い平行棒から、はい、まあ、メダルに手が届かないとしてももう自分の持ってる持ち味を十分に活かして演技してほしいですね。銅メダル何も頑張ってほしいものであります。一番得意種目です。場内に曲が流れます。1本目のシリーズがこの選手の見せ場ですね、はい、前方宙返りからムーンサルトですね。決まりましたね、はい、まあ、先週の全日本の種目別の、第2位ですね、はいはい、小菅選手に続いてですから、やはりタンブリングの強さですとか、まあ、演技全体はまあ日本のトップに入るということですね。なるほど、いいタンブリングを見せております。第2シリーズが終わりました。あとは日本の選手もかなり国際的には技術が近づいてきてるんですけれども、やはり技全体の質ですとか、はい、あるいは着地の安定性というところではやはりもう少し頑張ってほしいなという気がしますね。なるほどね。やっぱり当人もあの着地ということをね非常に気にしてましたですね。はい、やはりどうしてもまだ技をやるっていう段階であって、それをきちんと着地まで止めるという段階じゃないんですね。なるほど、まあ、そこまで行って初めて国際に金達するんだと思います、はい、しかし彼女は言ってましたよ、はい、この試合が目標だと、この試合で上位に入ることが目標だと言ってましたけども、出来はいかがですか。そうですね、昨日2本目のタンブリングシリーズで後ろに少し走ってしまったような着地だったんですけれども、はい、今日は少しうまくまとめましたね。あ、そうですか、はい、最後も、はい、まあ、ピシッと止まりましたので、まあ、あとは小さい細かな姿勢欠点でしょうね。はい、そうですね、まあ、彼女自身としてはもう精一杯の演技ですね。そうですね、はい、はい、やはりスローで見ますと足の割れ、うん、あるいはつま先までしっかり伸びてないというのが見えてしまいますので、はい、これは最後の部分ですね、はい、やはりつま先まで伸びてほしいですね。うん、なるほどね、まあ、それでもよく頑張りました。そうですね、日体大2年生、はい、19歳の凪美恵選手でやります。さあ今度は注目のミロソビッチが登場いたします。これがミロソビッチであります。まず加納さん、ミロソビッチのですね、はい、床の演技が始まります前に、この人の床運動の特徴をちょっとお話しいただけますか。もうこの選手は素晴らしいタンブリングの、まあ、名手という感じですね。そうですね、もう技を次から次、次からという感じで、まあ、本人昨日の優勝インタビューの時にも言ってるんですけれども、やはりバルセロナのオリンピックがやはり体調的には最高でしたので、今回それと全く同じという構成には至ってないんですけれども、それでもなかなか素晴らしいタンブリングを見せます。そうですか、バルセロナオリンピックの床のゴールドメダリストでありますダビニア・ミロソビッチ16歳。さあ金の舞です、床運動です。この選手も前後宙返りからやはり高いですね。すごいですね、場内から拍手が起こります。ルーマニアの選手はこういう動きの部分はかなりコミカルな部分が多いですね。コマネチから流れ組んでますよね、はい、さあここからが一番の見せ場です。1回半ひねりからもう1回1回ひねって、はい、足に何かバネでも埋まってるんじゃないかと思いますね。まあ、ため息が出るようなタンブリングですね。赤旗は上がっておりません、はい、コマネチ、サボーに次ぎます。ルーマニアの現在のエースでありますミロソビッチ選手16歳であります。バルセロナオリンピックは個人総合の3位、まだアトランタを狙っておりますこのミロソビッチです。1本目のシリーズですね、天保宙返りから、はい、まあ、ちょっと組み合わせが違いますけれども、うん、凪選手と同じ第 1本目のシリーズなんですね。なるほどね。ところがここが、素晴らしいところですね、2本目
1回半ひねりから再び挑んだ後高専跳び1回半ひねりでまだ終わらずにまだ終わらずにまたジャンプと、こういうところがこの選手の攻めているところですね、はい、なおなぎみえ選手は大変高い得点 9.750 が出ておりますのでミロソビッチ選手はおそらくそれ以上の点が出ると思いますがどのぐらいの点が出ますか。注目のミロソビッチであります。今回ルーマニアのコーチの方が言ってました。我々は最高の選手を2人連れてきたんだということを言っておりました。 9.875 が出ました。 9.875 が出ました。もちろん現在のところトップでありますミロソビッチが終わりました。さあそれではひとまずお知らせをご覧いただきます。選手初出場を果たしてる、ね、なるほど、はい、国際試合も経験いたしました江藤美奈子選手はまだ高校生。これからの日本の女子体操界を背負って立ちます。そのバレの強さをご紹介いたします。これです。高さもあります、はい、抱え込みのムーンサルトですね、はい、どちらかと言いますとこんなこと言っちゃ怒られるかもしれませんが男性的な強さを持ってますねこの人は。そうですね、筋肉のタイプがそうですね、はい、まあ、これからでしょうね。そのいわゆる女性らしい美しさ優しさというものを勉強していくにはね、はい、まあ、この振り付けもタイの世界選手権に出るということで、あの新しく振り付けたものだそうですよ。ああそうですか。まだ16歳。やっぱりタンブリングは何か非凡なものがありますね、はい、全日本でも第5位と検討しております。ああこの抱え込みの2回宙返りも素晴らしい。お何か力強さ、たくましさを感じますね、はい、最後までスピードがこう衰えないっていうところが非常にこの選手の強みですね、はい、そうですね、はい、自分でも言ってましたね。やっぱりこれから勉強するのは表現力じゃないかなってことを言ってましたですね。これは抱え込みのムーンサルトですね、はい、入りの部分ですね、はい、まあ、本人が自覚してますのでこれからのこの選手の、まあ、試合を期待したいです ね、 そうですね。やはりあの表現力っていうのも試合を重ねまた練習を重ねて自然と自分の良さが分かってきてここを表現するんだっていうふうに掴むものですからね。そうですね、はい、中日カップの個人総合で7位というのはこれは堂々たるものですよね。はい、昨日個人総合選手権が行われまして日本の鳥栖高校の江藤美奈子選手は堂々7位に入っております。7番目です。床運動でも頑張りました。今点が出ますがどのぐらいの点が出るんでしょうか。現在のところミロソビッチが 9.875 でトップです。9.750 で号令であります。さあ中国の選手です。京也選手です。まだ15歳の選手です。これからの選手だとコーチも言っておりました。これも高さがありますね。このムンソルトは屈伸のムンソルトですね、はい、まあ、この選手本当に今回初めて私もいますので新人の選手ですね、はい、世界的な大会は初めてだと言っておりました。1m40cm で 34kg ですよ。小さな体です。今のは2回ですか。はい、2回ひねりです。前方宙返りから2回ひねりのシリーズ、まあ、中国の選手っていうのはもう本当にもうみんながそうなんですけど非常に体が柔らかくて線が美しいんですね、はいはいはい、こういうところはもう中国の体操のもう伝統的なものみたいですね。そうですね、はい、まだ15歳ですが練習の時とは違いまして綺麗にお化粧しておりました。まあ、何度
的に高度なものっていうわけではないんですけれども、やっぱりこの選手のいいところはやはりただの2回の宙返りでも足を開かずに閉じて回るとか、そういうところがやはり技術的にきちんと練習が行われてますね、うん、そうですね。まあ中国の体操というのもこれは日本がちょっと届かなくなっちゃったようなところに今存在してますね、加納さん、残念ながら。そうですね、はい、技術的にはあの、本当に変わりはないんですけれども、やはり質がもう、中国は素晴らしいですね。なるほど。やはり徹底して英才教育で、はい、やってることは同じなんですけれども、うん、何か違うという、なるほどね、まあ、その何かの違いがまあ順位に出てきてるんですけれどもね。そうですね、はい、日本でもファンが大変に多いこのボンタシ選手は18歳になりまして非常に女っぽくなりました。髪の形も変えてまいりました。この床運動はバルセロナで銅メダル、それからインディアナポリスでは世界選手権でありますが見事に優勝を飾っております、ゴールドメダリストであります。そのボンタシ選手のまたこのあれですね、ミロソビッチ選手とは違った味のある床運動ということになりますよね。はい、まあ、この選手も素晴らしい技術的なこの質と難度の高いタンブリングを持っているんですけれども、はい、最近は表現力もついてきましたので、まあ、ベテランボンタス選手の表現力をご覧いただきたいですね。そうですね、大人の味があります。スワンのダブル宙返り、これも非常に綺麗です。後方伸身の2回宙返りです。手の線とかこの足の線ですね、はい、そしてこの選手はやはりあと顎の使い方もうまいんですね。ああそうですか、はい、動きの終わるところで、体全部が止まるんですけれども、そういう時に一緒に顎も上げるんですね、はい、そういう時の雰囲気って何とも言えない力強さと優雅さを出しているんですね。なるほど、まあ、言われてみますとその顎が本当に気になりますねさすがにこのこれは抱え込みの2回、場内からちょっとフラッシュがたかれてます、まあ、人気で日本でも人気の非常に高い選手ですからね。そうですね、まあ、今回は、まあ、だいぶ体調もいいのか、もう普段からニコ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 してますので、はい、もうそういう点ではやはりファンの人も喜ばしいですね。そうですね、やはりゆっくりしてるよりもニコニコ笑ってくれた方が嬉しいです。はい、ちょっと何かため息が出るような感じがします。そうですね、はい、やはりタンブリングもさることながら最後の見せ方、そして観客のこの魅了の仕方っていうのよく知ってますね。そうですね、さて現在のところルーマニアのミロソビッチ選手が 9.875 でトップにおります。今ボンタシ選手の演技が終わりました。ボンタシ選手もおそらくミロソビッチが個人総合優勝しておりますので、先輩の意地でなんとか一種目ぐらい金メダルをと思ってるんじゃないかと思いますが、どのぐらいの点が出ますか。まあちょうどミロソビッチ選手と今祝福のキスをしておりますけれども、まあミロソビッチよりボンタシュ床運動の場合にはそういうファンの声もかなりありますものね。そうですね、やはり実施が良ければボンタシュ選手の方が、はい、運動の全体としては、うん、非常に私は優れていると思うんですけれども、そうですか、やはり技の面、難度の面からいってしまうとどうしてもミロソビッチ選手の方が上かなと、はい、というわけで得点が出るわけでありますが、クリスティーナ・ボンタシ個人総合優勝は画面の右側のミロソビッチ選手であります。現在ルーマニアでは国内のチャンピオンにもなったそうで、ミロソビッチがナンバーワン、この後バルカン大会にミロソビッチ選手は行くそうです。まだ1回も休んでないそうです。9.887 が出ましてやりました。ボンタシボンタシがトップに立ちました。さあ画面はダンシャー選手の床運動の演技をご紹介することにいたします。マイクス・スサバ選手平均台で金メダルを取りましてちょっと乗っておりまして、最後の種目床運動であります。現在ボンタシが 9.887 でトップ。ルーマニアとそれから旧ソビエト、このライバル関係は極めて熾烈であります。
テンポ宙返りからの屈伸のムーンサルトですね、はい、まあ、ルーマニアとはまた異なった表現力、うん、旧ソビエトはもう伝統的にバレエの練習を非常に多くしてますので、そうですね、まあ、コミカルというよりも本当に芸術に近い動きをしますね、これはまさしくもうバレエの動きですもんね、こうやって見ておりましたもんね。いわゆる表現力という点ではすごいですもんね、はい、まあ、それと体操系の、まあ、寝ている技とか、まあ、ちょっと表現難しいんですけど、はい、床に近い演技なんかにも非常に工夫が見られるのが旧ソビエトの選手たちの構成なんですね。やはりどうしても床運動ですと足で床を移動するということだけが、はい、まあ、注目されがちなんですけれども、やはりフロアは十分に全て使うためには寝たりとか、そういう横になった演技なんかも必要なんですけれども、そういう点では、かなり工夫のある旧ソビエトの選手ですね。なるほどね。あ、これも相当高い点が出るんじゃないかと思われたんですが、なんと 9.887 を出しておりまして、現在ボンタシュとストフチャタヤが並んでおりますが、スローでご紹介しております。ラストのタンブリングでしょうかね、はい、ちょっと詰まりましたけどね、はい、前に着地がかかってますけれども、